4月29日南小岩6丁目児童遊園で第39回下小岩縁日祭りが行われました。このお祭りはみんなで作ろうふれあいの町下小岩をテーマに、地域の輪を広げ、親子で手を取り合い、明るく活力あふれる町を目指し、地域の皆さんによって開催されています。今日は下小岩縁日祭りにご参加いただき大変ありがとうございます。この下小岩祭りっていうのは鯉のぼりが有名なんですけど、この鯉のぼりも18年前の縁日祭りから始まりました。どうか今日は一日この鯉のぼりのように元気いっぱい楽しく遊んでもらいたいと思います。下小岩縁日祭り、私10年以上前から参加をさせていただいております。本当にたくさんの人出があること、そしてお子さんが何よりもキラキラ輝いて楽しそうにされていることを素晴らしいなと思って見せていただいておりました。いよいよ時代は令和へと移っていきます。ますます発展していく江戸川区、夢と希望あふれる下小岩、そのために私自身も一生懸命頑張ってまいります。表彰状、美濃山葵殿、ありがとうございます。子ども会のミニ縁日から始まったこのお祭りも今回で39回目となります。会場では多彩なゲームコーナーや金魚すくい、小動物ふれあいコーナーなどさまざまな催しが行われました。会場は春の休日を楽しむ笑顔の皆さんでにぎわっていました。